河合ささみちゃんは小学4年生の可愛い女の子、そして魔法少女プリティサミーなのです。石になってしまった天地お兄ちゃんを救うため、サミーは夢のかけらを求めてモンスターの森に登場しました。連続ラジオドラマ魔法少女プリティサミー第10回、絶体絶命ラミア地球消滅大作戦の巻。番組の途中ですが臨時ニュースをお伝えします。あら、臨時ニュース？本日ただいまこの瞬間、今世紀最大にして最後のスーパーアイドル、ピクシーミサちゃんの歌手デビューが決定いたしました。早速ご紹介いたしましょう。魔法アイドル、ピクシーミサちゃんです。はぁ、全国の皆さんは、このラジはあなたのハートをアタック。ミサのデビューシングルがナウオンセール。それでは聴いてください、ミサちゃんのソウルフルソングダブルマインド。サミーが夢のかけらに気を取られている隙に、地球を悲しみに満ち溢れた星にしてあげる。なんたってミサの歌には人間の心の中にある一番辛い時のことを思い出させちゃう魔法がブレンドしてあるんですもの。この曲を聴いちゃうと、ママだってね、ママだってデビュー当時は天才少女演歌歌手って騒がれたもんよ。なのに世間の風はなんて冷たいのかしら。ママの時代は終わっちゃったのね。あの時三星とさえ出会わなければ、私は今頃花の女子大生、受験なんか。あー、キヨネが私より一つ余計にお饅頭食べて。これならさすがの新館長様も考えを改めることでしょうね。そうすれば私の大嫌いなこの地球はこの世からおさらばバイバイよ。ラブラブなの、すっごーい、フラフラなのなのバカ。倒しても倒しても森全体が化け物の巣じゃキリがないぜ。私も剣法の使いすぎで腰が、あたたたたたた、もうダメ。あ、リョコお姉ちゃん、あやかお姉ちゃん、よし、こうなったらパワーアップで全員まとめて倒しちゃうから。プリティも魔法もサミーにお任せ、魔法少女プリティサミー大人になって参上です。今日は誰にも負けないから。サミーってば、なんか今日はやたら元気だね。どうして？りょうちゃんらしくないこと言うのね。魔法エネルギーの元って一体何だったかしら？え、それはもちろん夢見る心と希望の光。あ、そうか、りょうこお姉ちゃんとあやかお姉ちゃんの一途な気持ちが私に力を与えてくれた。だから二人のためにも行くわよ。プリティーコケティースーパーボンバー3人分。やったー、すごいよサミー。りょうちゃん、あそこで光ってるのは、え、あ、夢のかけらだ。
この光を浴びせれば天智兄ちゃんは元に戻れるのね。よかった、天智兄ちゃん。あ、でもこれサミー、ダメかもしれない。え？光が消えかかっている。夢のかけらに封印されたジュライストーンの最後の輝きが、せっかくここまで来たのに、サミーだってあんなに頑張ったのに、これじゃもう手遅れだよ。りょうちゃん大丈夫、サミーにお任せ。え、私はりょうこお姉ちゃんやあやかお姉ちゃんの天智兄ちゃんを思う気持ちのおかげで頑張れたんだもの。今度は私がお返しをする番。私の持つ魔法エネルギーを夢のかけらに与えれば。ダメだよ、そんなことしたら二度と二大変身できなくなっちゃう。天智さんが元に戻っても大人のサミーにはなれないんだよ。でも好きな人を助けられないような魔法だったら意味がない。悲しむのは私だけじゃない。二人の夢も叶えられないようじゃ、地球を救うことなんかできないよね、サミー。だからお願い、復活して、りょうこお姉ちゃんとあやかお姉ちゃんと、そしてささみの気持ちを受け取って。プリティーミューテーション、ミラクルリコール。眩しい。あ、これは、おい、アイカ、起きろ、起きろって。なんですの、創造師、私に命令なさらないで。え、りょうこさん、これは、あ、やった、やったぜ、これで天地が元に戻る。あ、天地様、これでよかったんだよね、ささみちゃん。うん、大人になんかなれなくても平気、だってささみはささみだもん。それよりまだまだやらなきゃいけないことがあるみたいだよ、りょうちゃん。え、悲しくなるけど、やめないで。すでに一般ピープルのハートは私のもの。悲しい心の虜になったみんなをどうやってお助けするつもりかしら、サミー。